全力だ勝算これで勝利を陰性断階斬これでどうだそ、そうだな…いえ…はいよし <laughs> <laughs> な許さないぞなぜええ参ったな…うん…ありがとう全力で行くぞ そうだな。うん。ああ。あうん。よくも。<laughs> もらってくれ。すごい。わかった。おっしゃる通り。すみません。どうぞ。承知しました。軍心の子として。あの、父上。聖祭、関作、観光、銀平、劉備殿。 敵将拙者が撃ち取ったどうだ拙者こそ、真の三国武双だこんなところで、負けるわけにはいかないのに拙者は軍神の子負けは許されない拙者の働きが、足りなかったのかうっやってくれたな拙者はそんなことでは動じない <laughs> ここは一度引かなければ。悔しいな。父上の影さえ、踏めなかったか。よしこの地は拙者が制圧したぞよし拙者たちの手で決着をつけようここを死守する体を張って敵を食い止めるんだそうか、分かったぞ。この戦に勝つには、 あいい。つを倒すしかないもう先に戦っているところがあるのかよし合流して味方の前線を押し上げるぞよし行くぞ拙者たちの手で敵地を攻め落とすんだ拙者一人でも行けそうだがこの場でとどまり様子を見よう拙者たちは前方周辺の敵を殲滅する皆全力で戦うんだここを敵に奪われたら危ないなよし 拙者たちはここの守りにつこう一度下がろう補給を受けて再出撃だよし拙者も役に立ったなこの地の守りに全てをかける全力で、お前を止めてみせるこれならどうだ敵は強いようだな。けれど、拙者たちだって負けていない行くぞ拙者たちの鍛えた武、今こそ示すんだ 敵を食い止めろ拙者たちが、取り出となるんだ拙者たちは今から敵を強襲する行くぞ一気に突っ込むんだ未熟な戦をしてしまった助けを待つしかないかあなたこそ、真の三国無双ですすごいなんて強いんだ援軍に来てくださったのですかですが、拙者はこんな奴らには負けません お前こそ、真の三国武双だ見事な働きだその調子で頑張ろう来てくれたか拙者と一緒に、この難敵を打ち破ろうやはり父上こそ、真の三国武双ですなんという戦ぶり父上の部、手本といたします助かりました、父上未熟な様を晒し、申し訳ありません精細こそ、 真の三国無双だ。聖才。一段と強くなったな。聖才、すまない。未熟な姿を見せてしまった。関策こそ、真の三国無双だな。やるな、関策兄として嬉しいぞ。関策来てくれたのか。頼りない兄を許してくれ。関光お前が真の三国無双だ。涼しい顔をして、 これほどの敵をカンコウ、お前にはいつも驚かされる。よく来てくれた、カンコウ。お前のおかげで助かったぞ。銀平、その力、真の三国無双だな。さすがだな、銀平。あまり壊しすぎるなよ。助かったぞ、銀平。だが、妹に救われるとは、不甲斐ないな。拙者が相手ださあ 勝負してもらおう一人で来るなんて、馬鹿にしているのか拙者は、拙者はまだ強くなる今に見ていろ拙者の部では、お前に、勝てないのかお願いします。拙者に力を貸してください。ちょうどいいところに、拙者に力を貸してくれないか、受けていただけるのですね。そのご厚意に感謝します ありがとうよろしく頼むぞお前ならばうまくいくはずだそうですか。無理なお願いでしたね。そうか。お前にも都合というものがあるだろう。そこの五人拙者に力を貸してください頼む力を貸してくれないかあなたのご活躍に助けられましたこちらはお礼ですどうか拙者、お前のおかげで助かった これは拙者からの礼だもらってくれ拙者は軍神の子。だが目指すべき姿にはまだまだ遠い。だからこそ、人一,一倍修行を積み重ねていかねばあなたと過ごすのはとても面白いな。拙者は未熟だから、いろいろとためにもなる。これからも、こうして仲良くしてほしい。拙者はいつか父のようになりたいと願っている。 あなたにとって、お父上はどのような方だろう。よかったら、拙者に聞かせてもらいたい。ああ、その、退屈をさせていたらすまない。あなたに話したいことがあるのだけれど、胸が高鳴って、うまく言葉にならない。あなたといると、拙者にも自信が湧いてくる。いつか父と並び立てるような気さえするんだ。これからも、 共に切磋琢磨していこう。あの、今日は聞いてほしいことがある。拙者にとって、あなたは何よりも大切な人だ。迷惑でなければ、これからも、そばにいてほしい。すみません。あの、ははは。あ、どうぞ。もらってくれ。もらってくれ。あの、 よし、うん。<laughs> うん。<laughs> そうだな。うん。そうだな。軍神の子。参ったな。全力で行く。うん。全力で行く。はい。うん。うん。あははは。よし。参ったな。ふん、ほ、ふん、はい、やい。

<laughs> おっとなみられたもんだねやるしないねふ、えー、おや困ったねやれやれすまないねよしきた考えどころだよふん。うわ まいったねえ。ふんふん。やってくれるねえ。はぁ。取っておきなよ。いやはや。しょうがないねえ。お前さん、楽できそうもないねえ。そんじゃ、ところで。んちょいといいかい諸葛亮。現職。 劉備殿の。敵将、を撃ち取ったよ。どうだいあっしもこう見えて真の三国無双でね。やれやれ。ちょいとあっしには2が勝ちすぎたかね。なんとか勝てたね。ありがたい話さ。ちょいとなめてかかっちまったかね。いや、どうやら引っかか,かっちまったみたいだね。ダメだね。 そんなに力んでちゃ。そういうのは平然と進めるもんさ。すまないね。あっしは早々に退散させてもらうよ。あっしはここまでさ。あとはお前さん方でうまくやっとくれ。ここはあっしらでいただいちまうか。さて。 さっさと片付けちまうか。ここは排水の陣を敷かせてもらうよ。目立ちたがりがいるみたいだね。ちょいと、あっしがおきを据えてやろうかね。あそこ、まだ決着つかないみたいだね。誰れ、火星に行ってやろうかね。あそこは狙い目だね。あっしらでいただいちまうとしようか。 アけどだけ出っ張ってもよくないねちょいと止まろうかさーて行くとしようかとりあえずは手近な敵を倒していけばいいさあシしはここで頑丈な守りを築くよ動かない分力を貯めときなよし一旦引こうか疲れたまんま進んじゃ危ないからねま こんなもんかねえ。悪いけど、ここは落とさせないよ。足がいる間、ここは通行止めだよ。ただ、きっとはったじゃあげがない。こいつでちょいと楽しんでいっとくれ。嫌だねえ。向こうはやけに息が上がってるよ。あんまり柄じゃないんだがねえ。まあ、いいさ。 さあ、突撃だよ。お前さん方、ここが踏ん張りどころだよ。さあ、しっかり守ろうじゃないかね。さあて、頃合いだね。こりゃ困ったよ。誰か気づいてくれないかね。お前さんこそ、真の三国武双だよ。いや、お見事。これでまた勝ちに近づいたよ。 いやはや面倒をかけちまったねけどおかげで助かったよ真の三国無双はおまあ,あいいねその調子で頑張んないや我ながら情けないね助かったよありがとうさんやっぱり諸葛亮が真の三国無双かい 大したもんだよ諸葛亮すまないね諸葛亮ついでにここの敵全部倒してくれんかねおやおや原直が真の三国無双のようだねやるもんだね原直つまらない謙遜はもうやめにしときなよ 助かったよ、玄職。お前さんは、文武両道。羨ましいね。やれやれ。げんこつ勝負は苦手なんだがね。お前さん、一人かねどんな罠を仕掛けてるんだいお手上げだね。ここは、退散させてもらうよ。もう少し。 頑張れるかと思ったんだがねお前さんを見込んで頼みがあるんだがねこりゃちょうどいいちょいと頼み事があるんだよお前さんにそう言ってもらえると助かるよ引き受けてくれて助かったよありがとうさんおやそうかいそれじゃあ仕方ないねおやおや残念だね そこのお前さん、ちょいと頼まれて欲しいんだがね。そこのお前さん、ちょいと頼みがあるんだがね。いや、はいや、見事なもんだ。こいつを受け取っておくれ。ああ、よくやってくれたね。こいつはお前さんが取っときな。日向でのんびりしながら酒を飲む。これに勝る喜びは、そうそうないね。 さてさて、せっかくこうしてお邪魔してるんだ。今日はゆっくりお互いのことを話そうか。相手を知るってことは万事において大切だよ。さあ、今日もとっくりとお話をしようか。あしは上辺の付き合いってのは苦手でねえ。ところでお前さん、あしが出入りして平気かい いやはやお前さん、立派な御人だね。知れば知るほど、その器に感服しちまう。お前さんとなら、何でもできそうな気がするよ。足としたことが、ようやく気がついたよ。この命、お前さんと出会うためにあったのさ。どうか、これからも、足と一緒にいておくれ。ちょいと、いい

うーん、もっとわしに尽くせやってやるわどうしてくれようかうーんつまらんぞうふっうふっほう腹の虫が収まらんううううありがたく思えおおいいだろう に治肉んじゃ虫けらどもが思をよれ馬鹿者もうよいおい朝鮮旅夫敵将このわしが討ち取ったわがはははは誰が何と言おうと、わしが真の三国武双じゃお前ら死ぬ気で戦えわしの シュチ肉人が遠のくではないかわしが負けるはずがあるまいがーはははええー、いグズどものせいで負けてしもうたわこ、こんな手に引っかかるとはこのアホが、そのような手が通用すると思ったかわしは一度引くお前ら、しっかり食い止めておけこ、こんなところで終わるのかわしの、 わしの主人にくりんがこの地は、わしのものじゃ虫キャラどもを蹴散らせい意地でもここを守り抜くのじゃ目障りなハエがおるわい叩き落としてくれるわふん手ぬるい戦をしおって、わしが行ってクズどもを切り刻んでやろうあの地を奪ってしまえすべて わしのものにするんじゃ進軍はやめだふん、何か文句があるか進め敵をすべてすりつぶしてしまうのじゃここで守るぞアホーが向こうから突っ込んできおるわ小腹が空いたの一度戻るぞうまくいったのさすがわしじゃ我が血を荒らすなど身の程知らずが この先を通ろうとするアホはわしが撃つ。ぐあははは,は地獄に突き落としてやるわ生意気な奴らめ、八つ咲きにしてくれるわ突撃じゃわしに逆らう者は肉の塊にしてやるわ守れ守れわしを守り、ついでにここも通すなうわぐあっはっはは,は,はお前の敵はこっちじゃ えい、ー、役立たずどもが。わ、お前こそ、真の三国無双よ。ぐっはははさすがよの。おう、よく来てくれた。まあ、わし一人でも大丈夫だったが。貴様こそ、真の三国無双よ。見事な武装、褒美は担当弾んでやるぞ。な、何をしておった わしに何かあったらどうするんじゃわしの前に立つか、ならばしねえ。一人で力任せとは、下手くそな戦じゃのう。覚えておれ。わしの野望は、まだ終わってはおらん。消えてゆく。わしの、野望が、シュチ、ミクリンが。両夫、貴様はわしの手で、細切れにしてくれるわ。 うはははは、<laughs> 両夫よ、さすがのお前も、一人では何もできまい。おのれ、両夫、次に会ったら命はないと思え。わしの野望が、獣に阻まれるとは。朝鮮、なぜわしの元にひまずかん。こうなれば腕尽くじゃ。 ぐっふふふふ、<laughs> 一人で参ったのかよほどわしに可愛がって欲しいと見える。うーん、いつかひざまずかせてやるぞ。わしの最後を見とるのが美女一人とは、足らん。まったく、物足らんぞ。おお、いいところに来た。わしに力を貸せ。 ぐははは喜べ、わしのために働かせてやる。ぐーははは、それでこそよ、せいぜいわしの期待に応えるのだぞ。よしよし、叱らば行けい。んぅ、貴様、後悔するぞ。貴様、わしに逆らうだと小釈な、とっととうせよ。 おい素通りは許さんぞわしのために働かんかおいそこのお前わしを助けんかいやはご苦労ご苦労これを受け取るがいいおお、お前なかなか使えるではないかほれ褒美をくれてやる我が最大の野望主治肉林のみ 悔い乱れる夢の宴 <laughs> 今からよだれが止まらぬわそれにしてもお前の家は味気ないの何も手治肉林を期待してはおらぬお前なかなか見どころがあるやつじゃの思っていたよりも役に立ちそうじゃこれからはわしの子分を名乗ってもよいぞ <laughs> お前はいつ見ても美しいのうほれもっと近くに来ぬかわしがいろいろと可愛がってやろうぞ <laughs> お前がこれほどの男とはのうよしお前は子分ではなくわしの仲間じゃわがシュチ肉林成就の暁にはお前も呼んでやろうえい <laughs> このわしに何度も足を運ばせよって、お前のような女を魔性と呼ぶのであろうな。ふん。ええー。ふん。げっありがた、ありがた、ありがた。げっふふん。しゅちにくい。げっふふん。ええー。げっふん。 うんー、ぎゅっへ、どうして、いやーふん、ふん、ふん、つまらんぞ、ぎゅっへ、えー でもっともであるいかんはいうんほほう,ほうはっは,っは,っはっブレーナえい。胸が痛む、はあなんとまずいな大義である私の出番かどうしたものか <ス>もうよい。呻呻。ん名賊を差し置いて。感謝せよ。ほう。よかろう。無礼者縁本書が出る。下郎が、名賊縁家の名にかけて。では、そこの者。 曹操敵将討ち取ったりたたえよ円本書こそ真の三国無双であるならぬならぬのだ名族に敗北は許されぬ円本書の戦だ勝利は当然であるえ,えいやり直しは効かぬか、ええい我が軍の石膏は何をしていた お前の考えなど、察知済みようわ、私は次の戦のための軍儀に入る。あとはお前たちに任せたぞ。め、名族なくして、<laughs> 新たな天下は。この地は我が軍が摂取しよう。行けー名族にふさわしい圧倒的な勝利を飾るのだ 皆に栄誉ある任務を与える。命を懸け、私とこの血を守るのだあ私より目立つ者がおるか。その不尊、この手で裁いてやろうすでに交戦している者がいるようだな。どれ、合流して私の意向を貸してやるか。ん敵め、分不相応な場所を 名族が単身進んでは狙い撃ちに会おう。やむをえんここは一旦止まるとしよう。進む名族の軍の勇壮さ視界に轟かせようふむ、<laughs> なんだ。誰もここを守らんのか疲弊や空腹など、名族の軍には似合わぬ名族に不可能はないぞ。 名族が守る地に土足で踏み込むとは、身の程を知るがよい名族の威信にかけて、ここは通さぬ私は地略にも長けているのだ。敵もなかなかのようだな。しかし、我が軍が敗北するなど、我が円家の軍こそ、盛況なる天下全一の軍 名族の旗は倒れてはならぬもの。ものども、ここは何としても食い止めよう。援本書の軍である。恐れ、ヒレフスガイいい。名族が危険なのだぞ。直ちに援軍をよこすのだ。お前こそ、真の三国無双よ。ほほほ、あっぱれない草ぶりだな。ふん、お前が来てくれたならば心強い。 さあこのフラチな敵どもを一掃するぞおほうの三国無双を名乗ることを許すぞうん大義であるわ私は苦戦などしておらんぞいいから早くこの敵軍を壊滅させぬか縁本所に立てつくとはこの知れ者め 人一人の武勇など、たかが知れておる。己の愚かさを恥じながら散るがいい。名族は再び立つ。日がまた昇るようにな。ああ、私の道が、一家の栄光が。そうそうか。よくも抜け抜けと私の前に立てたものだな。 一人とは型破りな。いや、昔からお前はそうであったな。そうそうよ。ふん、やるではないか、そうそう。今回だけは勝ちを譲ってやろう。ああ、そうそう。お前さえいなければ、この天下は。お前に話がある。 この縁本書に力を貸してみぬか名族の手助けをする機会を与えよう。どうだこれほどの誉れはあるまい。そう来なくてはな。吉報を待っておるぞ。これより、お前は我が名代となる。その立場に恥じぬ結果を期待しておるぞ。我が願いを聞かぬだと。 名族相手になんとそんな名族の力となる自信がないのかそう恐れずとも良いものを。待つが良い、そこの者の。この円本書から頼みがある名族の手助けができる栄誉を与えよう。まさか、拒みは住まいな。期待通りの働きであったぞ。名族からの感謝の印。受け、 うん。大義であった。褒美を与える。ありがたく受けよ。名族には気品ある装いが求められる。内からまばゆい輝きが溢れ出ているとはいえ、私も身なりには十分気を配らねばならぬな。しかし、お前はつつましく生きておるな。 こうして名族たる私が訪れるのだ。もう少し住まいに気を使ったらどうだ。相変わらず活躍の割りに質素に生きておるな。よいかお前はこの縁本書の友なのだぞ。ふん。だんだんとこの狭い家にも慣れてきたな。いや、こうしてお前とむつむのだ。多少狭いくらいがちょうど良いのやもしれんな。 もはや、お前の暮らしをあれこれ言わせぬ。男の進化はそこにないと、よく分かったからな。お前こそ勇士。そして、この私の無二の友である。しかし、お前はつつましく。できるならば、お前を我が屋敷へと連れ去りたい。だが、それではお前はお前で亡くなるか。 よかろう。私は愛のためここへと通い続けよう。うんふんうんふんほうほうふふんふん感謝、感謝、感謝。ふんふふんよかろう。ではほうほうふん。えいほっふふんふんほうほほ。はあ。えいっどうした

裁き,裁きの時は来た。死の奇跡よ。いでよ。炎の奇跡よ。天よ。我に力を授けたまえ。しかり。いいの。うん。うん。よいぞ。ふっふっふ。ふん。えい。ふ天よ。ああ。 なんと、いかに切り抜けようぞ。ふう、良い心がけぞ、天の裁きよ。天の声を聞こう。さて、俗物め。ふ <laughs>、うん口惜しい。ふう、受け取るが良い。 天威よ。天威であろう。天罰を。ボ愚グどもめ。蒼天すでに死す。皇天まさに立つべし。どうした。そなた。終うよ。敵将。我が裁きを下した。天威を見よ。 我こそが真の三国無双である。我が祈り、天には届かぬか。また一歩、皇天の世へと近づいたか。ああ、皇天の世はまだ遥か先か。卑怯なやり方を、いずれ天罰が下ろうぞ。俗物めが。 そのような手にかかる我らではないわ。まだ天は我を見捨てておらぬ。今は退散して時を待とうぞ。ああ、我がどうしり、天の加護があらんことを。この地、我がもらい受けようぞ。天に逆らう愚者どもめ、怪人に帰するがよいぞ。 天意に従い、背水の陣を敷く。奴こそが天意に背くいやから我が同志の大事。気は熟した。まだ気は熟しておらん。我らが力を見せつける時が来た。天の声によると、敵はここに攻め込む。天意は示されておる。急ぐことはない。天意は御覧あれ。 天に守れる死地を犯そうとは。俗物名。今こそ天罰を下さん。我を信じて戦うのだ。突撃である。ここを守れば天も加勢してくれよ天が味方しておる。この窮地。おお、真の三国無双が同志とは。 見事なり。おお、こ、そなたこそ真の三国無双である。見事なり。ありがたい。そなたこそ我が天勇であろうな。我が天罰を下してやろうぞ。ただ一人の蛮友に天祐は覆せぬぞ。これも天よりの試練か。 ああ、後天すでに死すかおお我、天典型を得たり。万時に天意を告げる我に力を貸すのだおお感謝いたすん良い心がけである天意、うん、に背かれるかなんと天意に逆らうか もし我に救いの手を与えたまえ天意を告げる我に手を貸すがよいぞおお何時こそ我が天竜これを受け取ってくだされ無事果たすとはこれぞ天のお導きおお聞こえる聞こえるぞおさて。 今日はそなたにた平の道をといてやろうぞうんそなた天に愛されているようであるなさて今日はそなたの話を聞かせてもらおうおお、そなたこそ天命を新たにするものそなたと出会えたことは天による奇跡。なんとうん <laughs>

さて、おー天よ。